しばらく平和出さぬ。
ご助力感謝いたします。このご恩、いつか必ず。真田と上杉がイイの奇襲を止めてくれたから。よし。次は我々の番だ。当たれ。 砦を落とせば三成を援護でき、なおかつ敵の攻撃が可能。やめんじゃねえ。任せといて。 上杉の援護射撃、敵ながら見事。信雄殿は今は動いてくださらぬか。影勝殿、よく兵を進めてくれた。この名は家康を討つぞ。 なるほど、小畑城を先に攻めるべし。そういうことでございますな、影勝様。小畑城、影が死守せよ。小畑城に半蔵を拝していたか。家康もさすがは手だれ。影勝様、いかに。ただ進め、棒打ちにしてくれよ。そう、 開門。信雄は優柔不断、今はこもっている。家康に手間取れば増援を出してくれ。影、それを見越して先に大畑と。良い主君に伝えよ。やめんじゃねえ。我らも小畑城へ侵入する。 助けていただいた恩、今こそお返しいたす。ここは我らに任せておいてやれ。またあるまい。 家康殿に戦力を集中できるわ。開門。任せといて。任せといて。側面より敵本陣へ。すみません、ここは通せません。家康様は私がお守りします。 開門。秀吉殿自ら攻め寄せてきたか。最後の策見せる時が来た。 ごめんなさい。
敵ながら見事な一戦ぶり。ですが、わしにも最後の備えがあります。開門。こんな兵たちこれにより秀吉殿の命印、頂戴つかまつる。 様の命が危ない。かかる戦う殿を攻め、秀吉様から引き離しましょう。我に挑むか、その勢いよし。秀吉殿の若き将たちにしてやられたな。 この戦は我らの負け。全滅退せよ。秀吉様をここまで追い詰めるとは、徳川家康、やはり奴は危険だ。家康には逃げられましたが、我らの勝利ですな。影勝様。